さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年3月の25日、17時39分、この間テレビのニュースで水原一平さんという、大谷翔平選手の通訳の方が、賭博というような形になって捕まるというか、刑事事件ですかね。で、元が、僕最初、交通費とかをこう換算した時の金額かなと思ったんですよ。水原さんの、嫁さんとか、大谷翔平のその嫁さんとか、その結婚する前のその状態が記者とか、スポーツ関係者で、その交通費、宿泊代、そういったものを累積すると、金額に直すとこういう金額なのかなと。そういう話かなと思ってたんですけども、インターネット上、正確な数字なのかどうか、僕も何とも言えないんですけども、その6万個のそのグローブの寄贈、これ6万個で合ってましたっけ？最初から6万個って言ってましたっけ？最初1万個でしたっけ？誰か覚えてらっしゃる方いらっしゃいます？もうフェイク混ぜられたらもう話ごちゃごちゃになりますから、その金額は結局生産してるのがアメリカなんですかね、そのグローブ自体。だからそこからして僕もよくわからないんで、そのアメリカからその発送して送って、グローブ一つ数千円だったとしても、子供用でだけども、6万個も作って、それプラス輸送料、そのアメリカから日本へで、日本から各学校へとなると、それはそれぐらいの金額になるのかなと。ただ最初1万個の方だと、僕も輸送料とか全然わかりませんので、とにもかくにも、エネルギーの残存量問題から、アメリカのその政府も、政府のごく一部の人だけが取り組んでいて、スポーツ界がしっかりと取り組めてないっていうところがすごく残念なところで、で、それね、そういうふうに寄贈というような形で何でも、ものを、会社から出してしまうと、世の中めちゃくちゃになってしまうんですよ。給与の算定表通りに物事を動かさなかったら、あと、著作権とかそういったものに関しては、本人の基本給に大体7万円から10万円の上乗せなんですね。基本給の7万円から10万円の上乗せってものすごく大きいんですよ。それだけで年収が200万ぐらいは変わってくるんじゃないですか。残業の仕方にもよりますけども、あとボーナスの支給が何ヶ月分かとか、そういうところにもよると思うんですが、有給休暇をお金に変える内容だとか、基本給が大きくなるとやっぱり全然変わってくるんですよ。だから7万円だったとしても、基本給が21万の人からしたら3分の1の上乗せじゃないですか。で、基本給20万ぐらいの人だったら、10万上乗せだったら倍違うわけじゃないですか。それはもう全然違いますよ。テレビ局のアナウンサーの人とかは、その著作権の方を給与の算定表に照らし合わせて、基本給に対して、ついて、7万円から10万円の上乗せでスタートしてるんですよ。だから大卒そこそこでも、基本給は30万超えたりだとか。ちょっとそれは、実際社会に出て働いてみなかったら本当のことがわからないから、あとテレビのニュースの放送からして本当のことがよくわからないような形での放送になってるでしょう。踏み込んだところまでの話で。だから、その金額に関してどこからどこまでの金額が計算のうちに入っているのか、それを世の中に公表してもらわなかったらということですね。で、大谷翔平選手が、処分という形になってましたけども、これね、翔平は昨年
腕怪我したっていうことで、一時期、もう離脱してましたよね。で、テレビで大々的にああいうふうに放送していたら、その中、会社が勝手に出したのっていう話になるじゃないですか。みんなの税金で作ったスタジアム、半分ぐらいがね、みんなの税金から、大抵のアメリカのスタジアム、大体ほとんどのところがもう、一番最初の頃、半分は税金なんですよ。もうどこも同じですよ。普通に考えたらわかりますよ。そんなね、土地代と建物代で、何百億円もするようなものをね、銀行からお金貸してくださいって窓口来た時に、あなた銀行員だったらどうされます？追い返すでしょ。そんなのお客さんちゃんと来てくれるかどうか、勝ち負けなんか分かんないじゃないですか。最下位の球団のところ見たら分かると思いますけども、お客さんの数少ないじゃないですか。財産性合うのかないのか。そんな人数で宿泊費と交通費、とんでもない金額になりますよ。固定資産税もね、1億円以上絶対かかってくるじゃないですか、スタジアムとなってくると。もうほぼほぼ。で、法人税は23.1%でしょ、日本で例えると。いや、そんなのあなた、スタジアムとかの返済、それ金利ついた時考えてますかって、3%ぐらいですかね、金利。どうなんですかね、銀行の貸し出しの窓口。僕もその辺のところ、大きなお金、自分で直接動かしたことはないかわからないんですよ。銀行のその金利について、お金を借りた時の。家のローンとかだったら、その最初の5年間の金利は負けてくれていて、1%ぐらいでしたっけ、まあ大体3年か5年。ちょっとずつ金利が、その5年間は負けてくれたんですけども、最初の1年目だけ0.8ぐらいでしたっけ。で、それがだんだん1%を超えていくような形で、5年目、6年目から、普通の通常3%台だったような気がします。ただ、その会社関係でのお金を借りた時のその金利っていうのは、僕はちょっとよくわからないのと、あと、やっぱりお金借りたときどうなるんでしょう。元本の組み込みあるんですかね。それは民法の方で、商法の方に元本の組み込みなんかありましたっけ？商法で元本の組み込みはなかったような気がするんですけど、どうでしたっけ？僕ちょっとその辺よくわかんないんですよ。民法であります。まあね、ちょっと去年だから大谷翔平選手は処分されて他球団行ったっていう形なんですかね。いや、だからエンゼルスも順位最初の方は良かったんですけども、途中からやっぱり順位悪くなってきた時に、やっぱりお客さんあんまり入らないじゃないですか。まあ、そのグローブ1万個でしたっけ、6万個でしたっけ。それ相当な負担だと思います、そのスタジアムの。土地代と建物代の返済っていうのは。で、これね、もう一回、メジャーリーグ行ったプロ野球選手の人、もうみんな日本に帰ってきません。で、まずはそこからスタートして、で、日本の方でもね、セ・リーグとパ・リーグを5球団ずつに編成し直して、複数本拠地制度に変えて、で、エネルギーの消費っていうのを抑え込んで、その5球団ずつにしたらね、どこか一つの球団が試合してない形になってくるじゃないですか、交流戦以外は。で、その時に、斧で木切りに行ったりとかね、薪割ったりとか、河川の土砂のかき出しだとか、人の手で行うものなんです、エネルギーの残存量問題でっていうところを姿として見せるべきだと思います。で、まあ、ワールドベースボールクラシックがあるから、もう海外戦があるからもういいでしょう。もともとメジャーリーグへ日本人選手が行かれたのは、海外戦のね、世界大会っていう本格的なものがプロの世界の中でなくて、で、それは多分昔エネルギーの残存量問題を気にしていたからですよ。だから冷静な判断で、世界大会を、開いてなかったオリンピックみたいな形とかでは行っていた。そういうことだと思うんですよ。オリンピックは総運動公園っていう形で広がっていきましたからね。体育館と、サッカースタジアムとか、ラグビーの、スタジアム、プラス野球場というような形で。
最初はもともとオリンピックだったんですかね、ちょっとよくわからないですよ。もともとはその、まあ、アメリカ発祥のスポーツですからね、野球は。で、そこまで世界的に普及されてるわけでもないですから、だからまあ、例えば100カ国でプロ化されてるかって言ったら、それはないですから、プロ化されてるのが30カ国ぐらいですか、40カ国ぐらいですかね。だからどこからどこまでプロなのか、もうお金の周りから何から何まで全部分かったら、何がどういうふうにプロなのかっていうことを考えたら、その、競技自体にこうずっと取り組むような形で、例えば他の仕事をしながらそのスポーツの試合をするっていうわけじゃなくて、例えば力仕事をしながら休み日とかに練習して、試合をするっていう形じゃなくて、そのスポーツに専念している人はいわゆるプロっていう人たちですよね。だから30カ国、今も40カ国ぐらいになってるんですかね。だからそれだったらエネルギーの消費は逆に加速してしまう傾向でしょうから、まあ、その辺のところをみんなで考えて、もうとにかくスタジアムは一切作らないこと。で、老朽化して、解体しなきゃならなくなったら、そこは空いてる土地。だから、その後は、メタンガスを、まあ、採取するための貯蔵庫。例えば、縦横。まあ、どう言ったらいいんですかね。奥行きと幅が100メートルずつぐらいで、高さを、まあ、10メートル、15メートルとかにして、巨大なタンク。そこに、まあ、生のゴミ。まあ、歩いて持っていくっていうことを考えたら、そこまで大きなものにはならないんですけども。だ、ちょっと東京の方はね、とんでもなく高層ビルが建ってるんで、よくわからないんですよ。あ、それだったら歩いて持っていけるかっていうような形になってくるから、世帯数とか。とにかくガソリンを使わないで運搬もしなかったらお話にならないんですよ。石油の残存の問題は。あの、世界が早急に動いて対応しなければならないということです。だからまあ、まだインターネットのニュースでしか見てませんけども、大谷翔平の処分がどうこうみたいなこと書かれてたんですけど、それが去年のエンゼルスのにいた時、在籍していた時の件なんじゃないですか。それで処分されて試合途中から出なくなって、でドジャースへ行ったと。あ、まあもう、メジャーリーグもその、まあ以前も言いましたけど、西地区、中地区、東地区で5球団ずつに編成し直して、で多国籍の方たちは自分の国に帰ってもらいたいんですよ。余計な海外交流がなくなりますから。これは、まあ、平和とか友好的な部分では意味あったんですけども、ただもうこれもエネルギーの残存量問題にもう絞らなかったら、これどう考えても無理です。もう石油尽きて終わります。永遠にそこを掘っていられるかって言ったら無理です。それ今世界で一番深いところで1万5000メートルなんですけども、石油の採掘などをしているのが。でそれがもっと深くまで掘れるかって言ったら違いますから。そのどう言ったらいいんですかね、例えば地下15万メートルとか想像つきます。金属は金属で錆びたりとかしますからね。まあ、そういうことを踏まえて、テレビのニュースでは本当のことだけにしてほしいですね。特に災害関係が、その以前放送した災害関係を放送してた例があるんですよ。あ、どこだったかな、バングラデシュだったと思うんですけども、その大洪水、河川の氾濫、ダムの決壊もあったんですかね。ちょっとその辺のところまで詳しくわからないんですけど、バングラデシュだったと思うんですけども、まあ、インドの近くの国だったんですが、あのニュースは数年、あのニュース、その実際にあったのは数年前で、昨年かその前の年放送しませんでしたっけ、知るでしょう。海外の人も僕からの頭の中で考えた内容とか字幕の内容とか伝わるから、なおもうテレビの放送の仕方がめちゃくちゃ、もう一回テレビ局も合併して、夜中と明け方の時間帯、朝の8時から放送するの、朝の8時から夜はもう23時ぐらいまでにしといた方がいい。で、何かあったら、
けど、0時00までもう放送しなくていいと思いますけど、野球をなんせ9回まで終わらせたらいいんですよ。そしたら、その、野球の結果でしょ。結果で放送時間がこうおかしくなってただけで。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。